東口7光台駅は、千葉県野田市紅葉町一丁目にある、東武鉄道の打線の駅である。駅番号は、TD14。旧駅舎島式ホーム1面2線を有する地上駅。将来は、島式2面4線に拡張する計画もある。駅業務は、東武ステーションサービスに委託している。川間寄りに、南栗橋車両管区七光台支所、七光台乗務管区があるため、 当駅を発着する区間列車が設定されている。運転士、車掌は当駅で交代する。現行の駅舎は2005年度から2006年度にかけて建設された。京上駅舎を東武鉄道、駅の東西を連絡する自由通路を野田市で費用分担し、2007年2月28日に共用を開始した。バリアフリーに重点を置き、オストメートなどに対応した。 多機能トイレとエレベーターを新たに設置。西口駅前広場にはロータリーが設置され、バス停留所やタクシー乗り場なども設けられた。旧駅舎だった頃は、駅舎とホームは地下通路で連絡しており、トイレは男女共用の組取式で、駅舎から地上の細い通路を抜けた奥に設置されていた。また、旧駅舎と旧トイレの間には、 倉庫や詰書所等と思われる建物が存在していたが、いずれも新駅舎完成後に撤去されたため現存しない。2020年度の1日平均乗降人員は5629人である。2000年度当時は野田線の駅で最も乗降人員が少なかったが、2003年度から駅周辺の開発が進み、2006年度に清水公園駅を上回った。その後も、 増加傾向が続いていたが、新型コロナウイルス感染拡大による自粛要請により2020年度は約1500人ほど減少した。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。駅東側には国道16号、千葉県道17号欠場の打線、千葉県道142号、岩井の打線が走る。かつての駅周辺は、 雑木林や荒地が目立っていたが、2005年に首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開業したことにより、東京都心方面へ流山大高の森駅乗り換えで通勤1時間圏内になったことから大規模な宅地造成が行われている。西口側はパレットコートの名称で分譲されている。千葉県立の田中央高等学校千葉。 カントリークラブ本部清水公園西口ロータリーに野田市、コミュニティバス、豆バスの路線が発着する。ありがとうございます。